はい、どうもということで、本日もですね、本日もですね、神宮球場の方に向かっています。今阪神タイガースですね、首位と 2.5 ゲーム差ですかね、広島東洋カープが強すぎるんで、なんとかね食らいついていけるといいんじゃないかな。次のね直接対決が、一つ山場になってくるかなとは思うんですけれども、それに向けてねこの神宮で、万が一負け越しとか3連敗とかになると、もうなんかそれどころじゃないなみたいな話になってくると思うんで、せめて1勝できれば連勝ねして、京セラの方に向かってね行ってほしいなと思いますんで、今日大事な試合になってくるんで、必死で応援したいなというふうに思います。意外と東京緑あるんですよ。ということで神宮球場に到着しました。で今日ねピンバッジももらえたんですけれども、今日は、ね、村上選手ということで、もうこれで15回目でいっぱいもらいました。で15回目ということで、このね、ストラップももらいました。これでもう一応もらえるものは全部もらった感じですね。昨日は試合前盛りだくさんの出来事がありました。そうですかね、小池恵理子骨折してるからな。沖縄アクターズスクールのラジメ宮野光さん、そしてラクレスさんのメモリアルピッチ。難しいからね。小池都知事の始球式も終わりました。そしてトラックのタイガースガールズの来場、今日2日目です。お願いします。モリモリ天下盛り、都知事の来場で SP も多かったようです。いらっしゃいました。バトルのバズーカの順位何度も職員数受けました。トラッキータイガースが今夜最終日、トラッキータイガースガールズ、今夜最終日、今夜楽しんでください。盛り上げてください。お願いします。というわけでやりますか、行きましょう。あれいいですか、トラッキーアーピーハハ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 。昨日のセンターまで控え室で号泣しまくった歌ちゃんというか、浜風よりゴーム風より言いたいことですね、近くの、はい、甲子園より後楽園より失楽園だ。うまい。というわけで最後はダブルオマリー。Yeah. お待たせいたしました。神宮スターティングの発表です。ゴールデンカウントイエーイ、泣けそうでの道腕ぐらうのかけど燃えろカウント、カットせはい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 、はい、タイガースの皆様、本日もタイガース首位奪還のため赤のご来場誠にありがとうございます。昨日は思わぬ逆サヨナラ負けとなってしまいましたが、この後のカープ戦東京ドーム控えてこんなところでもたもたしているわけにはいきません。そうだ、必ず今日明日連勝でカード勝ち越し、そしてカープ読売より直接対決で一気に追い抜いてやろうではありませんか。イエーイ、本日も最後の最後まで勝利のロックオンの瞬間まで熱いませんよろしくお願いいたします。イエーイ。いるわけない。怪我すんな。
怪我してない。えらい。今日の先発ピッチャー向こうはサイスニードですね。まあ打ち崩していきましょう。それけけー中ロー中ロー OKOKOK ウィーそれ中ロー中ローいいぞいいぞ中ロー近本と中の送りバントで、森下テル大山の強力クリーンアップ。ガッセガッセ森下ツーアウト3塁でバッター外出るわけ。ホームランホームラン出るホームランホームラン出る振り抜け振り抜け振り抜け。今日先発はおよよ。頑張れ頑張れ岡崎さん、お願いします。それ頑張れ頑張れ ということで、先ほどのお店でですね、浜田大樹選手の合盛り丼、買ってきました。豚肉と唐揚げの合盛りですね。めちゃくちゃうまいと思います。買ってくれてありがとう、浜田大樹。はい、どういたしまして。うわー、だる。うわー、じゃあ、いただきます。唐揚げ、唐揚げ、うまっ。味の濃い。うん、うまっ。写真300円するんですけど、全然価値あります。こちらはね、焼肉の、まあ、豚肉みたいな感じの味で、こっちはまあ唐揚げ普通に、であとネギ、ご飯が進みまくりますね。さっきの話に戻るけどさ、この話。はい、ということで、内山選手のトルティーライスサワー、こちら1杯700円でございます。よく混ぜてということで、ストローが入れられてます。いただきます。うまい。 LYCHEE ライチですね。めちゃくちゃ雨降ってきた。雷も鳴ってるしね。今6時半なんですけど真っ暗。そして伊藤忠商事、左上の伊藤忠なんですけれども、普段は光っているんですが、今日はなんか暗くなってる。どうして。2回裏、山田哲人のヒットと佐藤輝明のエラーで1塁。頑張れ頑張れ頑張れ大横。これめっちゃうまいんでおすすめです。頑張れ頑張れ大横。てるちゃんまたエラーしちゃった。満塁です。頑張れ頑張れ大横。頑張れ頑張れ大横。頑張れ頑張れ大横。マールタイムに打たれたよ。もう 4-0 4-0 終わりですね。ね、雨降ってほしい早く。伊藤忠なんですけれども、6時半になった左上光りましたね。これが分かっただけでも今日大収穫。走る稲妻さあ行け俊介今駆け抜けろ。雲がいいよね。真下は大雨だよ絶対。なんかちょっと雨マークで、試合がおもんなさすぎるな。いやー、8割ぐらい残ってますね。まあ、各窓の中にいる社員の数は多分8割ではないと思いますけれども、まあ、8割の部署の何人かが残業中と。ひどい。このままだともう5回になって試合がね成立してしまうので、ガチで雨乞いしていこうかなと思います。春明の雨乞いを参考にしますね。おい絶対勝つ。
はい、ということで5回表試合成立直後に雨降ってきました。めちゃくちゃだるすぎ、マジで雨乞いが遅いねん、マジで4回裏からしないと。おい、マジで試合終わった瞬間雨降って、試合決まった瞬間雨降ってきたろ、やばすぎ。とりあえずカッパ着よう。力不足、雨乞いの力不足が感じるわ、普通に。春明に弟子入りするわ。京都の生命神社行かないと。うわ、めっちゃ光った。え、中止だ。帰ってこない、チケ代帰ってこないし、負けだし、中止だし、最悪、普通に地獄地獄、最悪だわ。うわ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 、近い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 、撤収しよう、危ない危ない、あ危ない、いやー、うわー、やば。ということで、屋内に避難してまいりました。もうすごい人ですね。阿炎共感でございますけれども、まあ、再開するといいですね。なんかヤクルトがやけくそ応援歌練習会してるぞ。大雨だな、めちゃくちゃ。もうカオスだ、あやりたい方だ。早く終わりにしよう、早く、もういいよ負けで。おー、負け負け、おめでとうございます。燃えろ燃えろ我らのタイガース、原口原口ゲーヨーゲーヨースワローズ。あー、雨の中逆転を信じて30分待ちましたが、こういう結果になってしまいました。これからという、ゲームだったと思いますが、まあしょうがない、こういうはルールですので、明日必ず一つ勝って広島読売との直接対決に臨みたいと思います。明日は明日こそ勝利の録音主体量にまた熱い熱いご戦よろしくお願いいたします。本日はどうもよろしくお願いします。それいいぞいいぞいいぞ、応援だいいぞいいぞ、応援だいいぞいいぞ、応援だ。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、冷静にですね、まあ、大雨の中、まあ、見て、あ、雷もすごい怖かったんで、まあ、今、編集し終わって、改めて見返したら、負けて喜んでるやついたね、普通に。ダメだね、普通に。まあ、なんか、あの時の雨の中と、雷の中で早く帰りたいという気持ちで、もう負けて喜んでるやついましたけど、普通に、バカって感じなんですけども、まあ、ちょっとね、ヤクルトに連敗ということで、さすがに結構激ヤバなんで、はい。明日勝って、とりあえず、なんとかね、負け越しではあるけれども、3連敗だけはとにかく避けたいと、そういうふうに思いますね。はい。絶対にね、あとね、今日ね、雨乞いがね、ちょっとね、マジでね、タイミング悪かったね、本当に。もうちょっと早く始めればよかったんですけど、ちょっとミスりました。本当に申し訳ない。もう本当にね、早く、安倍の生命に弟子入りしてですね、雨乞いの技術を身につけたいなというふうに思うんですけれども、はい。ということで、まあ今日はね、残念だったんですけれども、また明日、神宮球場でお会いできるだなというふうに思います。皆さん、それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。